今日は二次関数の18回目座標平面と小弦について見ていこうまずは今日のテーマとポイントを確認するよ今日のテーマは座標平面と小弦二つの言葉の用語を押さえようまず座標平面について座標平面はもうみんなよく知ってるんだよねこういう X 軸 Y 軸原点これまで見てきたよね この平面のことを座標平面と呼んでるんだそしてもう一個証言これは聞きなれない言葉だね証言というのはこの座標平面を1 2 3 4 4つに区切ったその一つ一つを証言というんだそしてこの証言には名前がついているそれぞれね、第一証言だとか第二証言だとか第三証言第四証言という名前がついてるんだけど どどこが第一でどこがが第第ででかかるかなまず、X、も、y、もプラスのところはこれは第1証言というよ。そして次が迷うんだ下に行ったら第2証言なのかそれとも横に行ったら第2証言なのか。そこで今日のポイントここを押さえよう。証言の名前決めるときには反時計回りつまり時計回りと反対ここね反時計回りに1234と。 名付けていくよ。つまり今第一象限がここだとしたら反時計回りこういう回転ね。反時計回りに1,2,3,4だから第二象限、第三象限、第四象限という名前がついてるよ。これを押さえて問題一緒に見ていこうよ。じゃあ例題一緒に解いていくよ。 次の点は座標平面のどの証言にあるか答えよ。という問題だね。今日のポイント出てきたね。この証言。これを答える問題だよ。じゃあ、括弧一から見ると。点 A. 一二。うん。点 A. というのは X. 座標が一。Y. 座標が二。そんな点だよね。つまり。この座標平面で見ると。X. 座標が一ということはこっち側にある。そして。Y. 座標が二ということは上側にあるわけね。ね つまり適当に点を取るとまあこの辺りが点 A だとするけど重要なのは数字じゃないよね符号 x 座標がプラスの時には右側にあるし y 座標がプラスの時には上側にあるだからこの第一象限のエリアに絶対点 A はいるわけねつまり点 A の答えは第一限この x 座標も y 座標も正の時。 点 A は第一言にあるというよじゃあ同じように括弧に見ると点 B は− 5ス2つまり x 座標がマイナスということはこっち側 y 座標がマイナスということは下側だから点 B こっちうんつまりここに点 B がいてここは何証言というか覚えてるかな今日のポイントをもう一回そう。時計回りに 1, 2, 3, 1> 1がここだったら 1, 2, 3, 4だから第三小限になるわけね x 座標も y 座標も両方ともマイナスなものは第三小限にあるというよそして次今度は点 c は x 座標マイナス y 座標はプラスマイナスに3だから x 座標マイナスはこっち側 y 座標はプラスということは上側で。 ここに点 C はあるわけねつまり点 C はここでこれは第二小限といったね。半時計回りに1234だから第一小限の隣のここは第二小限となんだよ。じゃあ最後点 D は x 座標が 3y 座標はス1つまり x 座標はこっち側 y 座標はマイナスだから下側。 D がいるのはここここは第4小弦と読んだね半時計回りに1,2,3,4それが覚える内容だったよね第4小弦と書いてこれが答えになるよ今日覚えてほしいのは第1小弦から半時計回りに1,2,3,4じゃあ練習一緒に見ていこう 二次関数 y 2 x の2乗プラス6 x マイナス5の頂点は座標平面のどの表限にあるか答えようっていう問題だね。今日のポイントはこの座標平面のどの表限にあるか半時計回りに1234だった。つまりあとはこの y 2 x の2乗プラス6 x マイナス5の頂点この頂点の座標さえ分かってしまえばポイントを使ってどの表限にあるかは分かっちゃうわけね。 じゃあここの式 y イコール 2x の2乗プラス 6x マイナス5の頂点どこにあるかを一緒に見ていこう思い出そう二次関数の頂点の調べ方はどうするんだっけまず y イコール 2x の2乗プラス 6x マイナス5ある計算をすると頂点が一目瞭然だったね。それは平方完成。 平方完成というのは2乗の形平方というのは2乗だからね平方2乗を作ることを平方完成という平方完成するとじゃあここ忘れちゃった人は思い出そう平方完成はうんまずここを見て x の2乗の前に係数があるときには先にくくるんだったね。 2でくくって、X、の2乗プラスが入るそしてマイナス5は外に出そうそしてこの上でどうするんだっけこの括弧の中を見てここを平方完成するつまり半分にして2乗半分にして2乗が平方完成だったねつまり2はそのまま下ろして。 この x の係数の半分の2乗だから半分は2分の3だよね。そして括弧を閉じて2乗するこれが平方完成。でこの括弧の2乗を展開すると x の2乗飛び出すそして2倍の x と2分の3をかけるんだから 3x も飛び出す。ほとんど同じ式になるただ 2分の3の2乗つまり4分の9だけけがはみ出しちゃうわけねさらにこの2もかかってくるわけだから2分の9が余計になっちゃうつまりここにス2分の9をくっつけた式がこの波線引いた式と下の波線引いた式が同じになるわけ。そしてス5を下ろしてあげるとこんな形になるよ。まあねなんでこんなややこしい計算するかっていうとそう今やりたい 頂点の座標を瞬時に見抜くためだよ。もう一回計算すると、これ整理して二分の x プラス二分の三の二括弧 x プラス二分の三括弧の二乗、そしてマイナスの二分の十九。これ合わせるとマイナス二分の十九なんだけど、こうするとね、頂点一発でわかる頂点というのはこの括弧の中身がゼロになるときだから。 スナッチ、x がマイナス2分の3のときにゼロになる。頂点の x 座標はこれによってマイナス2分の3と一発やから。さらに y 座標についてもここがゼロになるんだから残ったマイナス2分の19になる。残ったマイナス2分の19になるわけ。こうして頂点の座標がわかる。 で頂点の座標が分かったら何証言か答えよマイナスマイナスだよね X もマイナス Y もマイナスということは座標平面確認のために書くと YX とあって X マイナス Y もマイナスだからこの点はこのエリアにいるわけよね何証言って言ったっけこれはそれはちょっとスペースないからここに書こう第三証言 半時計回りに1,2,3,4だからここは第三象限となって答えは第三象限と書いておしまいになるよ。ポイントを振り返ると半時計回りに1,2,3,4。今日のポイントをおさらいしよう。座標平面と象限、二つの言葉を覚えたよね。座標平面そして象限。 さらにポイントで確認したのは、半時計回りに一二三四。証言の名付け方はここが x y がプラスの時が第一で、半時計回りに一二三四。この用語さえ押さえればバッチリだよ。